受けた受けてないとかでも3っていうことで関係ないです。なるほど、はい、もう出した時点でそうなってくるんで、流れでも1問2問とか出るから、その時点で。あとはもう一つ、今街で流行ってるもののスイーツを食べていただくっていう企画もちょっと考えてまして、はい、それで感想は言いますか。あ、そうですね、感想もいただきたいなと思ってまして。食リポギャラだね、そうというかね。うましだけだったら1、それ以外って味のこの説明とか含めると3、3ですよね、プラスで。